どうも、シュンス TV でーす。皆さん、最近、ロッツォとかビッグベビーは、めちゃくちゃ現れたり、襲ってきたりするんですけど、ジョンソンが全然姿を見せないんですよ。もしかしたら、ジョンソン、アンティークショップにいないのかもしれませんね。それか、ジョンソンとロッツォの間で何かあったとか、いろいろ考えられるので、今日は、アンティークショップに久々に潜入してみたいと思います。はい、我らがジェニーちゃんですよ。もう最強のおもちゃですからね。今日はジェニーちゃんにちょっとアンティークショップを見てきてもらいたいと思うんですけども、まあジェニーちゃんは一体だけだったら一緒に瞬間移動できるということで、一体どなたと一緒にアンティークショップ行ってもらいましょうかね。今まで行ったことある人以外で、たまにはね、こう行きたいなと思うんですけど、おお、ミスターポテトヘッド、ミスターポテトヘッドはもうトイストーリーの1、2、3、4って全部出てる、もう素晴らしいキャラクターで、そんな中でまだ一回もそういえばアンティークショップとか行ったことないじゃないですか。そうだ、ポテトヘッド、よかったらポテトヘッドとジェニーちゃんでアンティークショップに入って、中の様子を見てきてください。ではお願いします。おーおおお、行きましたよ、行きましたよ。そして皆さん、ジェニーちゃんはスクリーンロケーションといって、目で見たものを映像として送ることができますので、その映像が届くのを、ママー、来たー、早い、さすがジェニーちゃん。おー、ジェニーちゃんとポテトヘッド、いい？気をつけてね。あのビッグベビーとかロッツには気をつけて、アンティークショップが今どういう感じなのか、ぜひ見てきてください。お願いします。いやー、すごい、やっぱ相変わらず暗くて怖いところですね。ポテトヘッドも無理しないでね、ジェニーちゃんもね。この上の方結構怪しいですよね。うん、なんかいる。おお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 、ピッ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 、隠れて隠れて、バレた、やばい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 、逃げて、あれ、ちょっと待ってください、ママ、どうなったんだ。ちょっと待ってよ、どうなったんですかこれ。おおおお、ジェニーちゃん、あれ、ポテトヘッドは、ポテトヘッドはどこ。ママ、おお、よくやったビッグベビー、その芋には行儀を教えてやらねばならん。箱に連れて行け。やばい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 、ポテトヘッドが箱に入れられてしまう。ちょっとどういうことかよくわからないですけども、とりあえずちょっとジェニーちゃん、ポテトヘッド助けに行ってあげてください。お願いします。おおおお、行きましたね。いやー、ジェニーちゃん頼む頼むから、ポテトヘッドをちゃんと救出してください。おおおお、あ、ちょっとこっちじゃない、こっちじゃない、こっちじゃない。おおおお、びっくりした、ジェニーちゃん間違えてビッグベビーと瞬間。おおおお、よかったー。ポテトヘッド、お帰りなさい。そして、ごめんね、無理させちゃって。ありがとう。ところで、ジェニーちゃん。ビッグベビーとかロッツはいいとしても、ジョンソンの姿がなかったですけど、あ、そうだ、スマイリーロックさんに聞いてみましょう。スマイリーロックさん、ジェニーちゃんは、なんて言ってますか？ママー。あー、ジェニーちゃんがスクリーンロケーションでアンティークショップ内を見た結果、ジョンソンは一人でポツンといたそうなんじゃよ。ロッツォやビッグベビーとは孤立していたそうなんじゃよ。そうか、ジョンソン、
どうしたんでしょうね。アンティークショップの中で一人ぼっちなんですかね。なんかロッツォは最近ビッグベビーととっても仲がいいみたいですけども、なんかジョンソンがこう一人ぼっちだとそれはそれで心配ですよね。やはりジョンソンはずーっと仲良くしてたベンソンと離れ離れで寂しいのかもしれませんね。そうですよね。ジョンソンにとってベンソンはもうとっても最高な親友だったわけですからね。それにベンソンがシュンズ TV チームに来たとしても、ジョンソンは決してベンソンを襲ったりとかそういうことをしてないですもんね。おい、シュンズ TV。 ベンソン、私に行かせてくれ。ジョンソンを私が説得してくる。一人ぼっちでかわいそうだ。そうか、まあそうですよね。ベンソンはジョンソンのこと心配ですよね。すごく仲のいいおもちゃですから。わかった。でもベンソン、いい？絶対にロッツォに洗脳されないように気をつけてくださいね。ではベンソンのことを信じてますので、ジェニーちゃん、ベンソンをアンティークショップに送ってあげてください。お願いします。ママー、おお、行きましたね。あとはベンソンがしっかりとジョンソンのことを説得できればいいんですけども、まあロッツォとかビッグベビーに見つかったらすぐにベンソンは捕まってしまう可能性があります。でもジェニーちゃんが一緒だったらすぐに瞬間移動で逃げることもできますので、そこは安心して待ちたいと。おかえりなさいベンソン。どうだった？ジョンソンはアンティークショップでとても寂しいと言っていた。でもロッツォはジョンソンの口を直してくれたから、ロッツォのことを裏切れないとジョンソンは言っていた。口を直してくれた感謝があると。そうか、ロッツォはジョンソンに嘘ついてるんですよね。口を直したのは俺だって。皆さん、ジョンソンはもともと腹話術師の持ち主に口を壊されて捨てられたんですけども、そしてそれをロッツォが私が直したと嘘をついています。でもシュンズ TV 見てくれてる人はわかると思うんですけども、本当に直したのはステンチーというおもちゃなんです。それをどうにかジョンソンに伝えることができればいいんですけども、でもどうやってそれを教えたらいいのかわからないですね。でもベンソン、行ってきてくれてありがとう。皆さん、洗脳するのがうまいロッツォと力が強い最強のビッグベビーがいる中でですね、孤独のジョンソンをどうやっていい心に変えたらいいかなかなか難しいですけども、でもシュンズ TV チームはおもちゃ駆使していい心に変えたいと思いますので、では皆さん、またお会いしましょう。さようなら。なんだかかわいそうだな。早くみんな仲良くなれればいいんだけど、いろいろ難しいね。それにしてもジェニーちゃん、瞬間移動できるなんてとってもすごいな。さて、パンフレットのコーナーだよ。今日紹介する作品はこちら。すごい、パンフレットとステンチーだ。上手に作れてるな。ステンチーの目の大きさとかパンフレットの模様とかしっかりと再現されてるよ。それにパンフレット、ステンチーに会ったことないからとっても会ってみたかったけど、こうやって作ってくれて会うことができるなんてとっても嬉しいな。そして同じお友達がこちらも作ってくれました。ポリスステンチーだ。強そうだな。ステンチーとポリスステンチー、そしてパンフレットを作ってくれてどうもありがとう。続いてこちら。すごーい、これはオリジナルのおもちゃなのかな。 UDDU イトって書いてあったけど、そういう名前のオリジナルのおもちゃなのかな。後ろに武器みたいなものを積んでいてとっても強そうだよ。わかってくれてどうもありがとう。続いてこちら。すごーい、ポテトヘッドとかが手作りになってるよ。デーモンフォーキーに左側は女の子のフォーキー作ったのかな。ポテトヘッドの隣
作ってくれたんだって。シュンズ TV の動画をいつも見てくれていて、デーモンフォーキーとかを作ってくれたんだって。嬉しいな。とっても強そうなフォーキーと可愛いおもちゃたち作ってくれて、どうもありがとう。まだまだパンフレットのコーナーで紹介したい作品いっぱいあるよ。それじゃあ、